チムニーロックチムニーロックとは、アメリカ合衆国ネブラスカ州西部のモリル郡にある、紀元。ノースプラット川渓谷の最中にあり、標高1228メートル。19世紀半ばには、北側を通るオレゴントレールや、カリフォルニアトレール、モルモントレール沿いのランドマークとされた。合衆国国道26号線の東側からは、何マイルも離れたところから見ることが可能。 ジョシア・ピルチャーが1827年に記したのが最初とされる。当時毛川貿易のためノースプラット側からグレートソルト湖に向かう途中であった。非先住民族の発見者としては1813年に太平洋から東へと旅をしていたロバート・スチュアートの一団が有力。いずれにせよ、これ以後多くの旅行記に記録されるに至った。チムニーロックという名称は 初期の毛皮商人の間から生まれたとされるが、これに落ち着くまでには、チムディーロック、チムニータワーあるいはエルクスピークなど、多種多様な名前で呼ばれることとなる。当時のスケッチや絵画、文献のほか、1897年に撮影された写真に基づけば、入植者が最初に見た頃の方が高いことがわかるが、新職や落雷により次第に低くなっていく。 中津区く1992年の落雷の際には、岩の先端部分の一部が崩落、旅行者のビデオカメラに、その一部始終が収められた。主として火山灰や砂岩を含む粘土から構成。ただ、先端付近の堅固な砂岩層が、岩自体を保護する役割を果たす。ノースプラット渓谷の絶壁が侵食された名残から、周辺より約87メートル高いところにある。 1956年8月9日、国立史跡に登録。現在は国立公園局の管轄下にあるが、ネブラスカ州立歴史協会が管理運営を行う。チムニーロックやハルカニ市にあるインディペンデンスロックはオレゴントレール沿いにある二大名所とされる。20マイル北西のネブラスカ州道92号線沿いには、スコッツブラフナショナルモニュメントが所在。 1989年開催の第13回アメリカオーダーウルトラクイズの第12チェックポイントで来訪、爆走、コンボイ事例クイズを実施。2006年3月1日、ネブラスカ州25セント硬貨が発行されるが、その衣装には、チムニーロックを背に西に向かう、ホロ場車が描かれるなど、今もって、州を代表する名所として名高い。ありがとうございます。